コイルとプラズマの図解。プラズマ表面の緑線は磁場。ベンデルシュタイン 7X 研究施設の入り口。超電動給電線を超電動コイルに接続している様子2012年5月時点での建設状態。トーラスやクレーンが見える。ベンデルシュタイン 7X の炉の内部。プラズマと壁との衝突を防ぐ防壁となる。 ステンレス製カバーと銅製の水冷ジャケットを備えたダイバータ。ベンデルシュタイン 7X とは、ドイツのグライフスバルトにある、マックス・プランク・プラズマ物理学研究所が設置した、ヘリカル型の核融合実験炉。2015年10月に完成した。ベンデルシュタイン 7AS の発展系であり、将来的なヘリカル型核融合炉の主要部品の評価を主目的としている。 ベンデルシュタイン 7X は物理学者ライマンスピッツァーが発案したヘリカル型のものとしては世界最大であり30分以上のプラズマ放電を通して将来の発電所に不可欠な要素となる連続運転の実証実験を行う予定である。プロジェクトの名称はベンデルシュタイン3から取られた。これはプリンストン大学が取り組んだ先行プロジェクトが マッターホルンにちなんで、プロジェクトマターホーンと名付けられたことに由来し、1 9五十年代末に決められたものである。ベンデルシュタイン x の装置は、ファイブフィールドピリオドのヘリカル型各融合炉をもとに構成されている。五十の非平面と二十の平面の超電導磁気コイルが、トーラス型に配置されており、高さは三点五メートル、プラズマが老壁と衝突しないように磁場が、 形成されている。50の非平面のコイルは、磁場を1立方メートルあたり3020パーティクルに、またプラズマの温度を6000から1億3000万系となるように調整されている。主な構成要素は、磁気コイル、クライオスタット、プラズマ容器、ダイバータ及び加熱システムである。アルミ被覆二オブチタン合金製の超電動コイルは、 直径16メートルの断熱容器に収められている。冷却装置は液体ヘリウムを冷媒として超電導磁石を含む425トンの容器を4ケルビンまで冷却して超電導状態を維持する。コイルは12.8カの電流により3テスラの磁場を形成する。プラズマ容器は20の部品から構成される。内側には複雑な形状の磁場が存在し、 プラズマの加熱と観測のための254のアクセスポートが設けられている。装置の全体は実験室で組み立てられた5つのほぼ同一のモジュールからなる。加熱システムは10メガワットのマイクロ波を最大10秒間、オペレーションフェーズ1では1メガワットを50秒間発生させ電子サイクロトロン共鳴加熱を行う。水冷と防壁が完成した。 オペレーションフェーズ2では8メガワットの中性粒子ビームも10秒間発生できるようになりマイクロ波装置は真の定常状態に拡張されるイオンサイクロトン共鳴加熱は OP1.2 での物理演算によって利用可能となるセンサーとプローブのシステムはプラズマの重要な特性を測定する多種の技術に基づき 電子や電子密度の様子や4温度と同様に、重要なプラズマ中の不純物、電子と4粒子の移動による放射状の電界を観測する。ベンデルシュタイン 7X は、当初2006年の完成が見込まれていた。組み立ては2005年4月に始まったが、コイルに問題が発生し、修理に3年を要したため、スケジュールは2015年までずれ込んだ。 アメリカの3つの研究所からなる組織がこの計画のパートナーとなり計画費用10.6億ユーロのうち750万ユーロを支払った2012年にはプリンストン大学とマックス・プランク研究所がプラズマ物理の新しい共同研究センターを発表しベンデルシュタイン 7X もこれに含まれた建設完了日は公式には 解消式が行われた2014年5月20日とされている。容器の漏れの検査が終わった後、2014年初夏には、クライオスタットから廃棄がなされ、磁石のテストが2015年7月に完了した。12月から1月にかけての発動作は、炉の実行可能性のみを試す。また、1ラムのヘリウムガスを使用した初の、プラズマ実験は2015年12月10日に行われ、 成功を収めた。結果として、プラズマの温度は 106K を記録し、内部のカメラとセンサーによって0.1秒程度持続することが観察された。水素を使った実験は2016年に開始される。オペレーションフェーズ1は2016年に開始されることが期待されている。ありがとうございます。